ママチャリこれまあママチャリっていうだけあっておばちゃんが乗っとるあいと後ろ両方にカゴつけとったらこれ間違いなくおばちゃん、まあ、たまに 荷物多い,い野球部もつけとると。おばちゃんやと前の方のカゴに卵とか割れやすいものを入れる。後ろはネギとか長いもの。前にネギ入れたら鼻に突き刺さってしまうけ。後ろに入れる。あとまあ重いものは後ろやね。重心を後ろにするために牛乳とかは後ろに入れる。スーパーは絶対いつもの定位置にチャリ止める。知らんチャリ止まっとったらちょっと動かしてでも止める。ほんで買い物して帰るんだけど、助走をつけて乗るまでのタイミングがなかなかつかめんのよね。片足ペダルに乗せてこう行くんだけど、なかなか乗れん。今だっつってやっと乗っ たまに信号赤でまたすぐ降りにゃいけんみたいな。たまに信じられん速さでママチャリこいどるおばちゃんおるね。タイヤから火が出るぐらいこいどる。もう前に積んどる牛乳もびっくりして口開けとるよね。 あんなに急いで帰り寄るのに、知り合い見つけたら40分ぐらい喋る。あとまあ田舎の学生はママチャリ多いの。俺もあの、学生時代はずっとママチャリだったけど、マッシュルームみたいな白いヘルメット被って、チャリこいで学校行く大だいたい友達と3人ぐらいで待ち合わせしていくんだけど、コンビニ寄るかどうか大声で話すね。寄るあーガードレールですって制服のここ白くなった ガ学ランとかここ真っ白やったね。白と黒で牛みたいな柄になってったね。ほんで俺思い出があるんだけど、ラケットをね、こう背負ってからチャリ乗って学校行きよったんやけど、ラケットの紐が切ってそのラケットが回っとるチャリにガンって入って、そのまま一回転したよあ,あれすごかったね。これ絶対嘘やろってみんなに言われたんだけど、マジで一回転してそのまま、ストンと、下手したら二回転しとるねミニベロ。 これホイールサイズが20センチ以下の自転車だよね。これ近くにしか用事がないおしゃれな人が乗っとる。これ乗って近くのコンビニにリプトンの紅茶買いに行く。ここのハンドルのとこに袋ぶら下げてこうやって帰る。どっかのタイミングでストローを落とす。結構格好とかもしゃれとるよね。こぎれない。あれは絶対チャリで焦げたことない人がミニベロを乗っとる。タイヤ小さいけど急ぐ時めちゃめちゃ焦がんとアイスすまんのよ。バイト遅刻しそうな時とかすごい顔してミニベロ焦げおる人は。あんなタイヤちっちゃいのにスピード出てもうなんかもう ET みたいになっとる 折りたたみ自転車。これま、遠くに電車で行ってサイクリングしたい人か、ビンゴゲームで当たった人やね。よく電車で外国人が折りたたみ自転車を置いて立っとるよね。バリかっこいい。今日はこいつと遊ぶのさ。みたいな顔して立っとる。ビンゴゲームで当たった人はとりあえず乗っとるね。ま、あ当たったし、みたいな。ただまあ、折りたたむことがまあないけん。折りたたみのあの、可動部分バリサビとる。折りたためた自転車。ほんでいつの間にか乗らんなって家の脇に放置しとる。一年後には雲のマンションになっとる。 電動アシスト自転車。これマダムが乗っとるね。結構値段もするけん。金持っとる人が乗っとる。東京港区とかやっぱ電動アシスト自転車だらけだ、ね、これ乗ってスーパーに生ハム買いに行く。あとまあ、チャイルドシートつけとる人もおるね。前後につけて二人乗せていく人もおるし。もう前の子と後ろの子別の会話しながら漕ぐよ、ね。あれが一番大変。ああ、こぎながら。えー、今日鬼ごっこしたんだ。それはよ、うんうんこしたいすごい美人のママが子供乗せて、すごい顔して漕ぎおる時ある、ね。つけまバサ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 。 もうちょっと浮いとるよね。パサ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 。もうそのまま飛べそう。鳥人間コンテスト出たら結構いいとこ行く。ロードバイク。これまあタイヤが細くてね、前傾姿勢でとにかくスピードが出せるっていう、まあ自転車なんだけど、ハンドルがトナカイの角みたいなの、ガチなやつ。 あれ乗っとる人はもうガチなチャリ好き。上下ピチピチの服着とる、ね。ほぼ裸。ピスタチオみたいなヘルメットかぶって爆走する。バリ早い。車に勝つ時あるもん。おばあちゃんが運転しとるトップよりは早い。だいぶ前のめりで運転すんよね、あれ。もへそのごま落としながら運転しよう。道路にへそのごまが落ちとったら辿ってったらロードバイク乗っ取る人の家がある。マウンテンバイク。これ山とか、あとまあ舗装してない道向けの自転車や。タイヤはこれ結構太めないの。これ 完全にアウトドアなワイルドな人が乗ってる。ノースフェイス大好き。これ乗って砂利道をばー進むよね。もう、あえて砂利道を通るね。砂利道大好き。ストーンチョコめっちゃ食べる。ばーっいで、チェーン外れたらバリナイルに。ガッガッガーってこと。<laughs> ブツブツ言いながら手真っ黒にして直しょ。小学校の時はなんかみんなマウンテンバイク乗りよったね。俺もマウンテンバイクやったわ。マウンテンバイク乗って遊行カード持って峠の上の友達んち遊びに行きよったね。手放し運転の最長記録を出すことに小学校時代を捧げた。あとシャーシン折れずにシャーペンの先から最後まで入れれるかっていうことにも。 捧げたねマウンテンバイクの泥除けって、そんなに必要だと知らずに、外したんよ、格好悪いと思って。泥除けなしでこう雨の日運転しよったんやけど、すっげー泥が飛び跳ねて、背中も泥まみれ。ひらめみたいになったね。クロスバイク。これはあの、ロードバイクとマウンテンバイクをミックスしたような自転車な。タイヤはロードバイクみたいに細いんだけど、ハンドルはフラットない これまぁ大体高校生とか大学生が乗っとるね。これ乗って友達んちああほんで信号待ちでスマホ触り寄って夢中になりすぎて、一回青になってまた赤になる。そろそろかなって見たら赤ね。全然青ならんやんと思いながらずっと見よる。あとまぁこれ乗ってバリ飛ばしてバイト行く人とか多いね。道路はみ出しすぎて後ろのタクシーのおっちゃん、パン屋みたいな顔しとる。あとまぁウーバーイーツの人とか、クロスバイクの人が多いね。でっかいトラックと歩道の狭いとこをスってすり抜けるに。 あれすごいね。あれサイドミラーに顔面バーン当たりそうで怖いけどね、見とったら。顔とサイドミラー入れ替わったら面白いけどね。俺この前あの大雪が東京に降った日にクロスバイクでちょっと出かけたんですよ。雪の上でブレーキが効くかみたいな試しにやりよったよね。こんなチャリの調子が悪くなって、ブレーキがこう常にタイヤに当たっとるようになってしまって、こぐたびになんかシュッシュッシュッっていうの。最初俺何の音かなと思ってシュッシュッ。 誰かシャドウボクシングしよんかな思って見たけど誰もしてないし。チルベスター・スタローンがおるんかと思ってちょっと探したもん。似たおっちゃんはおったけど。あれ直さねえかんな。ファットバイク。タイヤ10センチなよね。バリ太い。これやっぱめちゃめちゃおしゃれな人が乗っとるね。個性的。ロン毛とか。見たことないタバコ吸っとる。街中で見たらすごい迫力ない。もう絶対パンクせん。フェンシングの太田選手がこう、 剣でつついてもパンク戦ね。あれはどこでも走れる。走れんところないね。ローションの上でも走れる。 ピストバイク。レース向けないの。まあ、競輪とか競技用で使われとるバイクなんだけど、競技用はこれブレーキないのどうやって止まるんかって思うけど、街中で乗っとるのはもちろんブレーキはついてる。けど、ギアはない。とことん無駄を削ぎ落とした自転車。移動手段じゃないのチャリに乗ること自体が目的。どっか行く時とかも毎回タイム測る。ストイック。弱虫ペダル全館家にある。めちゃくちゃ前傾姿勢で運転する。お腹の中におった頃を思い出すと、とにかくシンプルなデザイン。チャリ本来を楽しむ。余計なオプションつけんなよ。ここ せずカレーだけ頼むタイプ。BMX ね、これまあオリンピックとかでも使われとる自転車。 あの、ぶわって一回転したり、おしゃれなやつですよ。これ完全 B 系の兄ちゃんですスケボーもやっとるし、コーラバリ飲む。常にガム感動。スタジャン着てブカブカのズボンでナイキ履いて、BMX 乗ります。ほんでたまにポケットからスニッカーズ出してかじる。階段とか降りるけんね、あれ街中で。回転したりして。よくこける。でもこけてなかったことにする、あれこけてませんよって顔世界一うまいと。なんぼこけとる瞬間見た人でも、あの顔されたら、え、見間違いかな ピーチクルーザー。これあの砂浜を走るために生まれた自転車らしいですよ。サーフボードを抱えて運転するように作られたらしい。ああ、これもう完全湘南のサーファーが乗っとるでしょ、これ。早朝にサーフボード抱えて、あれ漕いで海に行く。行<っ>なんなり犬も連れとるね。忙しい。アロハシャツに短い半ズボン履いて漕いで行く。金玉もはみ出そうやね。シクロクロス。 これまあオフロードレースとかにもともとは使われよった自転車らしいんだけど、マウンテンバイクとロードバイクのいいとこ取りって感じ。これ乗っとる人は完全にチャリでどこまでも行く人。場所をチャリで行けるか行けないかで区別してる。青森チャリで行ける。沖縄行け。たまに夜みんなに、えっチャリで来たって引かれとる人。あれシクロクロス乗っとるねみんな。 フラッシャー自転車。これ完全昭和の学生が乗っとる。学ラン来て学帽かぶってあれをしながら、夕日を横目に見ながら、可愛い子ちゃんと一緒に帰る。<laughs> じゃあけ、このチャリをアベックが間に挟んで帰るって感じ。だいたい彼女の名前は、よしこさんとか、さなえさんとかそういう名前や。ほんで二人で昨日の晩のザ・ベスト10の話しながら帰る。彼女の家まで見送るんよ。で、バイバイ、また明日、つったら、後ろ夜鼻水垂らして白のタンクトップ来た小学生が、ヒューヒューって言ってきて、うるせえって叫ぶ。 キックバイク。これキッズが乗っとる。公園でめちゃめちゃ楽しそうに乗っとる。3回はこける。お母さんが、先行っちゃダメってずっとお母さん叫びる。あれ楽しいのかねえ、だってこぐのが楽しいんじゃない自転車って。楽しいのかちょっと聞きたいね。俺多分論破できると思う。多分勝てるね。ペニーファージング。これはね。 これすごい仕組みなんですよ。もうほぼ一輪車。前の車輪を直接足で漕いで、で、後ろはおまけみたいなもんよね。昔の外国人がシルクハット被って、これ漕いでカフェにコーヒー飲みに行く。降りるとき絶対こけるよね。こけるのが当たり前やと思う。運よくこけずに降りてしまったらもう一回乗って降りるでこけるまで何回もやる。 どうも、向井ワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今日はこの自転車に乗ってるのはこんな人だ。自転車もいろんな種類があるよね。ちなみに俺は今ロードバイク、ルイガノ乗ってますけど、いつパクられるかヒヤヒヤしとるけどね。ルイガノって東京ではパクられることで有名なんだけど、今んとこなんとか歳しとるね。 たまに、あの、ダイヤル状なんやけど、番号が変わっとったりするけど。いや、もうこれ試しとるやんと思って怖くなるけどね。俺のチャリ結構目立つんでね、盗んだらもう地の果てまで追っていきますけどね。見つけたら取ったやつ、ブワー、タイヤ回して、おでっこをタイヤにキューンってやったる。あちちちちちち、もう盗みません 言わせてやる。なんかちょっと皆さん映像が綺麗になったって思いませんか実はライト買ったんですよ、あの丸いやつ。今後はより映像を綺麗にしていきたいと思います。ということでなんか企画とかランキングシリーズ、偏見シリーズのリクエストありましたらコメントいただけると嬉しいです。あとツイッター、インスタもやってますんでよかったら見てみてください。あとチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知よろしくお願いします。以上、向井ワンダーランドでした。<laughs>